アリー・アブドラー・サーリ派は、イエメン共和国の政治家、同国大統領を務めた。旧北イエメン共和国の陸軍総司令官を経て、北イエメン共和国大統領となり、1990年の南北イエメン統合によって、統一政府の初代大統領に選出される。北イエメン時代を含めれば1978年から2012年まで34年間に、 渡り国家指導者の立場にあった。よって、北イエメン大統領時代からカウントすれば、在任年数で、赤道ギニアのテオドロ・オビアン・ンゲマ大統領を上回り、2012年の退任時点で、世界最長政権を率いる人物であった。2011年12月22日に事実上、副大統領のアブドラッポ・マンスール・ファーディに、大統領権限を移譲。 退任後もイエメン軍元帥、及び国民全体会議党首として一定の影響力を維持し、反政府勢力、風刺と連携して、ハーディ大統領派と事実上の内戦を戦うも、その後決裂して、風刺に殺害された。軍人としては、北イエメン軍の総司令官を務め、その後統合された南北イエメン軍でも陸軍元帥の名誉称号を与えられた。 こうした軍との深い関係が、権力掌握における重要な後ろ盾となった。イエメン・ムタワッキリテ王国のアルイコール・アフマル氏に生まれる。同地は、ハーシド氏族の統治する地域で、サーレ・ハケはシーア派を信仰するアラブ系イエメン人であった。ザイド派はイエメンでは、主流とされているイスラム教習派だが、サーレ・ハケは、厳密にはさらにその中でも少数派の宗派に属しており、 在度派の多数派が伝統的に王公貴族を独占していた北イエメン王国の在度、イマアム制では国政に関わる権利を持たなかった。1958年、サーレ派は中東教育を途中で放棄すると、北イエメン王国軍に入隊して兵士となった。1960年には北イエメン王立士官学校で学び、歌士官として五条に昇進した。 北イエメン革命では、アブドゥッターアイコールサラールタイサラの軍事クーデターに賛同し、革命終了後に北イエメン共和国軍勝利に昇進する。ジョージ・ブッシュ米大統領と談笑するサーレ派共和国政府と王道派の亡命政府による北イエメン内戦が始まると各地を転戦して昇進を重ね、1977年にアフマドビン・フセイン・ワルガシュミ大統領から、 大ズ県の軍司令官に任命される。1978年6月24日、ガシュミー大統領が暗殺されると、臨時召集された最高行政委員会の一員として、事態収集にあたり、また若手将校ながら、幕僚会議議長代理として、軍参謀本部を統制した。7月17日、軍を抑えたサーレ派は最高行政委員会から、北へ面共和国。 第六代大統領に任命され、国家元首として陸軍総司令官及び陸軍参謀総長を兼任することを宣言した。これが北イエメン共和国議会の承認を伴ったかは議論がある。自らへの暗殺未遂として30名の将校を処刑するなど軍内で大規模な粛清を行い、軍人としても陸軍大佐に昇進するなど影響力を強めていった。 軍権力を後ろ盾にした独裁が危惧される中、1期目の任期終了後にサーレ派は、諸政党を翼産的に合流させる構想を発表。1982年8月30日に自身が、党首を務める翼産連合、国民全体会議を組織し、同党により2期目を共和国議会に承認させた。これ以降、実質的に議会は、 国民全体会議の一党独裁状態となり、党首であるサーレ派の独裁体制が継続していくことになる。隣国の南エメン共和国ではソ連からの支援が途絶えたことで、物資不足や国力の低下が進み、冷戦終結が目前に迫った1990年頃から北エメンとの統合議論が本格化していた。サーレ派もこの構想に前向きな姿勢を見せ、 南イエメンの実質的な指導者である南イエメン社会党書記長アリー・サーリム・アルベードとの交渉を行った。両者の協議でイエメン統合後の新政府ではサーレ派が大統領アリー・サーレムが首相及び副大統領に就任することなどが決定された。1990年5月22日イエメン統合によりサーレ派は初代イエメン大統領に就任した。 1990年8月2日、湾岸戦争が勃発すると、サーレ派は、同じアラブ協力会議の加盟国であるヨルダンのフセイン一世と共に、イラクのフセイン政権と戦うことを拒否し、国際社会のみならず、アラブ諸国の非難を受けた。抗議として、クウェート政府は、国内のイエメン人労働者をすべて、国外追放処分にした。1993年、 統合政府としては初めてとなる総選挙が行われ、旧北イエメンの翼産政党である国民全体会議が全体議席の3分の1以上となる301議席中122議席を獲得した。北イエメン時代には及ばないものの統合イエメンにおいてもサーレ派が強大な権限を有していることを示した。1994年5月4日に 北イエメン派の主導する統治に反感を抱いた副大統領アリー・サーリム・アルベードは再分離を主張してイエメン内戦を引き起こすがサーレ派は2ヶ月間の戦いを経て反乱軍を鎮圧した対立勢力を排除したサーレ派は統合イエメンでの独裁体制確立に向けた動きを本格化させる1997年12月24日サーレ派は軍から 陸軍元帥の名誉称号を授与され、統合イエメン軍の最高司令官という立場を得た。続いて1999年には、イエメン大統領選挙で96.2%の得票を得て大統領に再選された。この選挙では、まともな対立候補が立てられておらず、統合政府においてもサーレ派の独裁が確実視されつつあった。総選挙後に、 大統領の任期を7年間に延長するなど、大統領に権限を集中させる法律を可決させ、国際団体、フリーダムハウスは、イエメンでの政治的自由が悪化していると警告した。国外の批判に対してサーレ派は2005年7月に、次期大統領選挙への不出馬を表明したが、2006年9月20日に、前言を撤回して、大統領選挙に出馬した。このことには、 政権内でも批判が紛失したが、サーレ派は出馬を強行した。ウラジーミル・プーチンの大統領と会談するサーレ派2006年、イエメン大統領選挙でサーレ派は対抗馬となった、ファイサルビンシャムランに20%以上の投票を奪われるというアクシデントに見舞われたものの、結局は77.2%の票を獲得して再選を決定した。すでに統合から16年間、 北イエメン時代から数えれば24年目の統治であり、独裁以外の何者でもなかった。サーレ派は新しい任期についてアメリカとの対テロ協力などをスローガンに掲げ、演説で米韓コール襲撃事件での対米協力を強調する発言を行った。イエメン国内では、 サーレハの肖像画や壁画が無数に作られ、自身の名前を模した巨大モスクが建てられるなど、周辺のアーラブ諸国同様に指導者に対する深刻化を進めていた。米国防総省との会談に0 0 0 4月、サーレハはイランを訪問した。イランとの友好関係は継続され、2003年5月15日にイラク戦争が発生すると、アメリカによる独裁体制への干渉を危惧して、 結びつきをさらに深め、イランのハータミー大統領がシリアと共に、イエメンを同盟国として訪問した。2010年時点ですら、イエメンは原子力関連について、イランとの協力関係を維持し、2011年2月のスーダン問題は、南イエメンとの対立を抱える統合政府を、イランとの結束強化に動かした。イラン政府は、サーレ派の南部イエメン支配を支持する宣言を、 行っている。2011年、チュニジアでのジャスミン革命を発端とするアラブ世界での民主化運動が広がりを見せると30年以上の独裁が続くイエメンにもサーレ派政権打倒を求める動きが発生した。背景には政治的な不自由に加えてイエメンの経済が停滞して皇室行立状態にあることも存在している。当初サーレ派は国民に 福祉政策などの懐中策を示す一方、警官隊を動員してデモを弾圧するなど困難を織り交ぜた方針を取ったが、国際的な流れもあって、反政府運動は一向に収まらなかった。2011年2月2日、サーレ派は2度目となる次期大統領選挙への不出馬を表明して、事態収拾を図った。党内でもサーレ派への不信感が高まり、2月23日に、 デモ弾圧に抗議して11名の議員が辞職した。3月5日には新たに閣僚を経験者を含む13名が辞職した。3月10日、サーレイ派は新憲法に関して国民投票を行う意向を宣言した。3月18日、警察隊によってデモ隊への攻撃が行われ、52人が死亡し200名以上が負傷する惨事が起きた。3月20日、 サーレ派は首相ら内閣に総辞職を命じ、その2日後には、私を追放しようとすれば、必ず内戦へとつながるだろうと不穏な内容の演説を行った。4月23日、湾岸協力会議の中介案に基づいて、卒印の否定、政権引き継ぎへの準備期間などを条件に退陣へ同意した。後継者に副大統領アブドラッポマンスウルファーディを、 指名することも決定された。2011年5月18日、サーレ派は反対勢力の代表との協定に署名することを了承し、1ヶ月以内に退陣すると表明した。しかし5月23日になってサーレ派は一転、べての和平交渉を破棄すると宣言し、湾岸協力会議やアメリカ政府の交渉を一方的に打ち切った。交渉終了によって、 再び警察や軍による弾圧が再開され、これに反対する軍、警察部隊やデモ隊との衝突が激化、内戦前夜の状況に至り始めた。6月3日、反政府軍によって、大統領宮殿や RPG を使用した砲撃が行われ、宮殿内に着弾した砲弾によって、大統領の護衛兵4名が死亡し、大統領自身も閣僚数名と共に負傷した。 一部では死亡説も流れるなど国内は騒然となったが、同日中にサーレ派は音声によるラジオ演説を行い、反政府軍への攻撃続行を宣言した。一方で、サーレ派が負った傷は直ちに命に別状はないものの、重傷であることも複数のメディアによって報道された。サーレ派は、より大規模で安全な医療施設のあるサウジアラビアの陸軍病院に移送され、 結果的に国外へ一時亡命する形になった。6月4日、サーレハは副大統領アブドラッポマンスールハーディを大統領代行に指名した。アメリカ政府の発表した情報によれば、サーレハは全身の40%に火傷を負った渋滞であると主張されている。対するサウジアラビア政府はサーレハに対して体内の砲弾破片の摘出と、 首神経への治療を主に言ったと声明を出した。2011年7月7日、サーデ派は全身を包帯で保護した状態ながら映像によるテレビ演説をイエメン全土に放送した。その中でアルハディへの政権以上の予定を改めて表明した。そして9月23日、暗殺未遂から数ヶ月ぶりにイエメンへ帰国、大統領に復帰したことを イエメン政府が発表した。2011年11月23日にサーレ派は、サウジアラビアのリアドを訪問し、アブドラッポーマンスール・ハーディ副大統領らへの30日以内の権限以上などが盛り込まれた、湾岸協力会議や欧米による調停案に署名した。これにより12月23日をもって、暫定政権に移行し、その後60日後の2012年2月21日に、 大統領選挙が行われることが確定。サーレ派は大統領選挙をもって正式に大統領を退くこととなった。この背景には長引く紛争による大統領派の弱体化が指摘されている。アメリカや日本、EU などはこれを支持する声明を発表したが、一方でサーレ派は対人の見返りとして訴追免除と身の安全が保障されることとなったことに反政府派が反発。 2012年1月21日に議会が卒追免除を可能にする法律を可決させ、翌22日にはサナーで数千人による抗議デモが発生した。卒追免除の法律が成立した翌日に治療目的で渡米へ、テレビ演説で国民に対し謝罪の言葉を口にした。2月21日に行われた大統領選挙ではアブドラッポ・マンスール・ハーディが当選。 2月25日にハーディは議会において大統領就任を宣誓した。これによってサーレ派は正式に大統領職を退き2月27日に権限以譲式典を行った。ただし同選挙は新任選挙という側面が強く候補者はハーディの1名のみで選択肢は存在していない。またハーディ副大統領はサーレ派の副審として 政権運営に深く関わり続けた人物であり、サーレ派自身も戦術の通り後継者に指名している。こうした点からハーリー当選は独裁政権の後継であると考える、ハンサーレ派派による選挙ボイコットが呼びかけられた。結果、有効票内の得票率が99.8%を記録する一方で国民の投票率は66%に止まっている。 オバマ米大統領は、選挙自体は公正に行われたことを高く評価し、平和的な解決と結果を支持している。自らが望む形での決着に加え、議会内の最大勢力である国民全体会議党首として、サーレ派の影響力は維持されている。大統領退任後のサーレ派は、かつて大統領在任中に弾圧した反、政府勢力、風刺と蜜月を築き、 共通の敵のハーディ大統領派と事実上の内戦を戦った。しかし、2017年12月2日には、フーシとの同盟関係が崩れたと発表。同時に、フーシへの攻撃を続けるサウジアラビア主導の連合軍と和平協議を行う用意があると発表した。12月4日、フーシが樹立した政府の内務省は、サーレ派殺害を公表し、 遺体も確認された。70歳没。詳細は、アリアブデュラサーレ派の制作を参照。ありがとうございます。